この時私が本当に人生でもう今までで一番やばかった時期です。大家好、ヒアナン、欢迎回来。今日はですね、タイトルにある通り、私が垢抜けるために実際にやった4つのことについてご紹介していきたいと思います。いや、もう本当に久々に当時の写真を見て、もうって思って、こんなにやばかったんだって、もう本当にツッコミどころ満載じゃんっていう感じで、はい。なのでね、今日は当時の写真を見せながら、実際に私はどういう風にね、垢抜けていったかについて全部お話ししていこうと思ってます。はい、ではね、1個目はこちらの写真、じゃじゃん。もうね、ほんとツッコミどころ満載で、もうどっから話そうかなって感じなんですけど、まあこれは大学卒業式の写真なんですけど、当時はね、これが可愛いと思ってやってたことを今見てみると、もうなんでこんな感じにしちゃったんだろうっていうのでね、もうほんとなんか化粧も汚いし、カラコンをね、でっかいの入れすぎちゃって、もう白目が全然全くなくなっちゃって、逆になんか変なことになってるしみたいな、もう本当にツッコミどころ満載なんですけど、なんかね、やっぱり全部を主張しすぎちゃうと、どうしても顔が汚く見えちゃうなっていうのがあるんで、やっぱりね、垢抜けるためにワンポイントに重点を置いた方がすごい大事なポイントかなと思います。例えば今日はアイメイクをすごい濃くするんだったら、じゃあチークを薄くしたりとか、チークをね、強調したいんだったら、じゃあリップを薄めにしたりとか、そのバランスを見ながらメイクの色を調節していくのもすごい大事だなと思います。眉毛もね、私一時期ギャルにすごいハマってた時期があって、でその時は眉毛をすごく短く切ってたんですよ。こちらにね、写真貼っとくんですけどね、これめっちゃ別人じゃない。こんな感じだったの。当時はね、やっぱりギャルイコール眉毛がないとか、ギャルイコール眉毛はすっごい薄いって思ってたんですよ。しかもギャルってこの眉尻のところが全部ないじゃないですか。こう上にシューって描いてたじゃないですか。それにハマってて、なんかね、なんで当時あれがいいって思ってたのか、もうほんと今の自分にはよくわかんないんですけど、で今はこんな感じで、これ自眉なんですけど、今はもう一切剃らずに、一切切らずに、こういう風にやってます。で、この辺に下にちょんちょんちょんってね、いらない毛が生えてきたら、それをピンセットで抜いたりはしてるんですけど、でも基本的にはもう明らかに、まあ、いらないでしょうっていう毛以外は本当に触れないようにしてます。やっぱり皆さん、可愛い芸能人たちとか見てても、モデルさんたちを見てても、自分の自眉を生かしてメイクをしてるじゃないですか。なんかそれって、まあもちろんね、芸能人だからモデルさんだから可愛いっていうのがあると思うんですけど、でもそうじゃなくても、やっぱり自分の自眉を生かした方がもっと美人顔に見えるし、もっと可愛く見えるんですよ。やっぱりね、描いた眉毛だと形がどんだけ綺麗だとしても、まあ描いてるなって伝わるじゃないですか。けど自眉だと、やっぱり自眉に色を足したんだなって思ってもらえるじゃないですか。もうそこの違いが結構大きいと思うんですよ。なのでね、私のおすすめとしてはもう、できれば眉毛を切らず、そして剃らずっていう感じにした方がいいかなと思います。どうしてもここの毛が邪魔だっていう時は、例えばね、私もたまにまぶたにこの辺にね、ブツブツってたまにちょっと生えてきたりするんですけど、ここまでさすがに眉毛描かないじゃないですか。さすがに。ここの毛をたまに抜いたりしてるんですけど、それ以外は眉尻の毛には一切触れずにしてます。あと、どうしてもわからない方は眉毛サロンに行って、プロの方に整えてもらった方がいいかなと思います。はい。本当に本当に自分で剃らない、切らないことを、徹底してやった方がいいかなと思います。はい、次はアイメイクなんですけど、やっぱりアイメイクってそもそも、じゃあなんでアイメイクをしてるかっていうと、やっぱり目力が欲しいから、目をね、大きく見せたいからしてるのが本来の目的じゃないですか。なのでその目的に沿ってなんですけど、目力をすごい出した方がいいと思うんですよね。やっぱりね、目力のある人ってなんか可愛いってならないですか。芸能人とかモデルさんの方とかも、みんな結構目力こうパキっていう感じじゃないですか。なのでね、私のおすすめとしては、アイライナーを絶対粘膜まで引くことです。これ実際私が毎日メイクしてる時にやってることなんですけど、本当に引くのと引かないのでは全く変わってくるんですよ。あとは粘膜を引く時の色なんですけど、私のおすすめとしては黒です。やっぱり一番目力を出してくれるのがブラックなので、粘膜を引く時に私はいつもウォータープルーフのペンシルタイプを使ってますね。はい。で、実際に私が使ってて落ちにくかったのが、プチプラだったらラブライナーとエテュセが落ちにくかったです。はい。そして3つ目は、自分に合うファッションを見つけることです。まずね、私が大学1年生に上がって
ってすぐの時に一時期ガーリーにハマっちゃって、結構ガーリーな服を着てたんですよ。それこそリズリサとかで買い物してたんですけど、もう本当に小柄さん用の服屋さんで買い物することが多かったんですね。服としてはね、今見ても結構可愛いじゃないかなと思うんですけど、でもやっぱり身長とかを考えると、あと着た時の雰囲気を考えると、やっぱりどうしてもね、妹ちゃんの服を借りてきちゃったのっていう印象を与えてしまうので、なので服を買う時に結構自分の身長も入れて考えた方がいいかなと思いました。私がそれに気づいてからは、もうずっと私の身長に合った服を買ってますね。ワンピースとかもそうなんですけど、必ず膝下に来るようなワンピースを買うようにしてたし、あと今までね、あんまりパンツスタイルが好きじゃなかったんですけど、でもやっぱりね、高身長女子は結構パンツスタイルを着るとすごいかっこよく見えるんですね。それで結構パンツスタイルの服も買うようになったし、オールインワンとかだったり、はい、結構なんだろう、自分に合うファッションをね、大人になってから見つけられたかなという感じです。あとこれはなかなかやばいよね、この写真。このタイツ何みたいな、このファー何みたいな。大人になってからは結構私、買い物の考えも180度くらい変わってて、で昔はとりあえず安くって可愛かったらもうそれでいいって感じだったんですけど、今は安っぽく見えないものを買うようにしてますね。それこそ毎月たくさんの服を買わなくていいから、でも買う時はちゃんとしたところで、ちゃんとしたこう質のいいものを買うようにしたりとか、それこそ一着ね、ワンピースで2万円3万円するようなものが結構多いんですけど、でもやっぱりね、その方が長年着れるんですよ。私がね、実際に23歳の時に買ったものも、本当に5、6年前に買ったものは今でも全然着れますし、最初の投資はね、2、3万くらいはちょっと高めなんですけど、でも5年、6年も着れちゃうって考えると結構コスパがいいんですよ。まあかといってね、私も全然安いところで買い物するんで、安いところで買い物する時に結構私はこれは長く着れるかなとか、これは安っぽい感じが出てるのかなって見てから決めるようにしてますね。やっぱりね、安いお店でも全然高めに見えるような服も全然置いてあるし、質のいいものも全然あるんで、なので結構そこは時間をかけて選ぶようにはしてますね。はい、そして3つ目、顔の大きさはい、私が大学卒業式の時の写真なんですけど、今こうやって振り返ってみると顔パンパンだったねっていう感じ で、今もね、顔が結構輪郭が大きいので、この頭全体が大きく見えがちだと思うんですけど、あとエラも張ってるし、頬も張っちゃってるんで、全然小顔には見えないと思うんですけど、でも当時に比べてみたら結構小顔になれたかなっていう気はしますね。はい、それはやっぱりね、メイクを変えたっていうのも結構大きなポイントだと思うんですけど、あと私的にはハイライトとシェーディングはもう本当に今だと必須です。で、やっぱりね、ハイライトをつけてるのとつけてないのでは全然顔の凹凸感が違ってくるんですよ。それで出すところをちゃんと出してから、次はシェーディングでいつも削ってるんですけど、シェーディングはね、塗りすぎちゃうと逆に顔が汚く見えがちなので、私はね、いつもシェーディングには本当に気をつけてるんですけど、今もね、ちょろっと分かるか分からないくらいかの感じでシェーディングをしてます。はい、という感じで自分が気になるところを削ってますね。私というと頬骨とこのエラの部分ですね、ここを主に削ってます。あともう一個、これはね、やるのとやらないのでは本当に変わるポイントだなと思うのが、生え際のシェーディングです。こんな感じでちょっとズームアップすると、私のこの生え際のところにも実は塗っちゃってるんですよ。ここは茶色のシャドウをのせてます。つけてるのとつけてないのでは本当に違うので、ここはね、本当に自分の顔の大きさとかが気になる方にはぜひやっていただきたいですね。はい、ということでシェーディングで私が皆さんにおすすめしたいのがこのセザンヌのものです。はい、じゃじゃん。これは本当にプチプラだし、安いし、超使いやすいしっていうので皆さんにおすすめです。顔のシェーディングだけじゃなくて、アイメイクによって目の彫りを出したい時にもすごい使えるパレットになってます。あとハイライトなんですけど、ハイライトはね、本当にデパコスのものを買った方がいいって思ってます。プチプラのものだとラメの粒が大きかったりとか、あと乗せても全然よく分かんなかったりとかするんですよ。なのでデパコスのハイライトはね、やっぱその分粉質も細かいし、ラメも細かいし、本当に高級感のある顔を作ってくれるんで、その中で私は特におすすめしたいのがこちらです。
クレデポポーテのものです。そして私が使ってるのが16番の色です。はい、ベージュっぽいお色ですね。これだと顔に溶け込むような感じで馴染んでくれるんですよ。この2点はね、私のビスコスです。はい、そしてね、そもそもその顔周りのお肉がね減ったんだと思います。まあ実際に私が、入社して CA として働き始めてから、まあ結構 CA って体力的な仕事なんですね。なので自然とねベビーフェイスが減って大人っぽい輪郭になったんだと思います。はい、これはね実は卒業してすぐ私ディズニーにいた時の前身の写真があるんですけど、実はね私全然体のスタイルは昔から変わらず、この顔のお肉については本当に私特別なことをしていなくって、本当に働き始めるにつれて年齢を重ねていくことにつれて自然に減ったんだと思います。はい、そして最後に4つ目、美肌になることです。はい、これはねこの写真を見ていただくとすっごいね分かってもらえると思うんですけど、この時私が本当に人生でもう今までで一番やばかった時期です。いやもう当時はもう嫌すぎて、もう本当この顔面皮を剥がしたいって毎日思ってました。もう本当鏡を見るのも嫌だし、もう出かけたくないし誰も会いたくないしみたいな感じだったんですよね。それくらいやっぱり肌が汚いと女の子はやっぱり落ち込むっていう感じで、本当に肌が汚かったんですよ。でもこれもね自業自得の原因があるんですけど、まあ、2つあるんですけど、1個目がアイメイクリムーバーってあるじゃないですか、水とオイルが2層になってるやつがあるんですけど、それで全顔のメイクを落としたことがあるんですけど、やっぱりねアイメイクリムーバーのオイルって結構落ちにくいんですよ。普通のオイルクレンジングと違って全然乳化されないんですね。なのでどうしても乳化されないからもうめんどくさいと思って、もうそのまま洗顔しちゃってもう放置してたんですね。そしたら次の日からもうほっぺに、あとこの顎にもう5、6ぐらいのニキビができて、もう本当に一晩でそれになっちゃって、しかもね当時もっと厄介だったのが、家族で海外旅行に行ってたから、そもそも今すぐ皮膚科に行ってくるわっていうのもできなかったし、ずっと放置してたんですね。で放置することによって日本に帰ってきます、もうもっとやばいことになってて、で多分ニキビがもう潜んでたんだろうね。あの時は皮剥がしたかったね、めちゃくちゃ。当時ね写真撮るのも嫌だったからすっぴんの写真がないんですけど、でもしね当時自分が YouTuber になるっていうことを分かってたら絶対ねすっぴんの写真を撮っといたと思うんだけど。そしてねもっと悪化させたもう一つの理由は飲酒でした。これはね当時、就職先も決まって、で大学の単位も足りてて、私は絶対無事に卒業できるって分かってから、ほぼ毎日友達と宅飲みだったり外に飲みにいたりとかはしてましたね。もうみんなでほぼ毎日のようにもワイワイやってましたね。でそのせいでやっぱりね体内が結構炎症を起こしてたんだと思います。それで1年間ぐらいはずっとニキビが悪化して悪化してという感じでした。はい、じゃあ次はねどうやってあんなにブツブツだった状態から肌をきれいに治したかなんですけど、まずは皮膚科に通い始めました。もうとりあえず皆さんお肌の状況がやばくなってきたらまずは皮膚科に行きましょう。本当にそこはプロの意見を聞きましょうということで、大人ニキビには乾燥が良くないので、なので保湿は絶対頻繁に行ってねって言われましたね。それもちゃんとやってました。で当時はやっぱりねお肌がすごい敏感になってる感じだったんで、防腐剤が入ってないブランドとか、あと乾燥肌でも使えるようなブランドを使ってましたね。ファンケルとかキュレルとかを使ってました。はい、そして私がやっててニキビに効いてたなと思うのが美容点滴です。はい、その中でも特にビタミン C とプラセンタのセットを一番おすすめしたいです。やっぱりビタミン C はねニキビにいいって言うじゃないですか。でプラセンタはその化粧のりだったりお肌の調子を整えてくれるっていうものじゃないですか。なのでこのセットがね結構私的に最強でしたね。これをやってる月はやっぱり新しいニキビはできなかったりとかしてたんですよ。なので当時は本当に毎月打ってましたね。これは内科とか美容クリニックでできると思うので、気になる方は探してみてください。
はい、そして一番最後は保湿パックです。やっぱりね、さっき言った通りニキビにはちゃんと保湿をしてあげなきゃいけないということで、私は保湿パックを始めたんですね。実は学生だった時は一切パックを使わない人間だったんですよ。もうめんどくさいと思って全然使ってなかったんですけど、使い始めると本当にね、お肌の調子とかお肌のキメも良くなったし、もちろんねニキビもちょっとずつなんですけど、ちょっとこう炎症が抑えられたような気がして、なんかねすごい良かったので、保湿パックもねぜひ大人ニキビに悩まされてる方におすすめですね。あとパックなんですけど、実は毎日しちゃいけないっていうの皆さん知ってましたか？これはね、結構私何個かの皮膚科に通ってた時に先生全員に言われましたね。毎日パックすると逆に肌が敏感になりやすいんですって。そう、なんかね毎日パックした方がいいじゃんって思いがちなんですけど、でもそれは違うんですって。でもやっぱりね、芸能人の方とか、あと綺麗なモデルさんの方とかも毎日化粧する前はパックしてるよって言うじゃないですか。でそれはやっぱり芸能人の方とかモデルさんとかは毎日パックするっていうのだけじゃなくて、他にもねいろんな美容医療やってるからあんなにお肌が綺麗っていうのがあるんで、私たち一般人はそもそもそんなに頻繁に美容医療ができないような人だったら毎日パックするのは逆効果だよって言われたんですよ。そう、ほんとびっくりですよね。はい、なので私のやり方としては3日に1度とか4日に1度とか、それぐらいのペースでやるようにしてますね。はい、ということで今日はね、本当に私の当時のいろいろと黒歴史になるようなお写真をね、見せながら私はどうやって垢抜けていったかについて皆さんにご紹介してきました。はい、本当にね、私はやってきた全てのことを全部お話ししてるんで、皆さんのご参考になれたら嬉しいなと思います。はい、ってことで今日の動画が好きだったらいいねボタンお願いします。そしてチャンネル登録もお願いします。ではまた次の動画でしましょう。じゃあね、バイ。